しました。一応バイトはありますよ。ですけどなんかまだ大きなの入ってない感じがしますね。いなくはない。今日山本さんだ。なんでわかるんですか。風向きによるんですけど、この風向きだったらまず山本さん、東風と西風で組み立て方また変わってくる。それだけ。この時期風当たるといても食わなくて、冷たい風だといても食わなくて、その辺は気にしながら、あんまりこうだから山の下こだわりすぎたりせずに、いい時にいい場所に太陽とか降ってきていい感じの風がどこみたいなで動ける自分でありたいなと思ってます。そんな感じです。そんなこと映りなかったりして頑張って映ってきます。ありがとうございます。でも頑張ります。僕の振りです。早く待ってもったけど残念でした。8キロ超えてる。中村さんカメラ待ってますよ。8キロはないですよ。でもいい魚でしょ。福の実なっちゃうね。福の実1個です。あ、1個言ったんだね。マイナス200。マイナス200で、いや、こっからじゃマイナス20です。違う話。ああ。今度マイナス20。はい、はい、はい、ちょっと休み。2本目ですね。キボタ何にしてあげてください。お疲れ様です。キボタは全然何番ですか。白7番、はい、神さんですね。はい、魚の方は、はい、はい、じゃあじゃーん。じゃあ開けてみます。はい、あ、キボタ、そんな黄色いですね。真っ黒なシャボン。そうじゃーん。申し訳ないですね。待ってもないけど。でもこれも重たいですよ。8近いな、やっぱり。7470。上出来です。いい魚ですよね。黒くて。もうこれでも入れ替えるイメージわからないから、いいんですよ、これで。これでいいんです。早く帰ってきて貼りましたもんね。3本だけ、きっちり3本。きっちり、あの、ちっちゃなやつの尻尾抜きが1個。やりきった？完全にやりきりました。あの、何が良かったかって、プラクティスの感じから自分がこうじゃないかなって思う仮説の方に歩いてって、でそれがきちっきちってハマってくれたんで、でその風に仮説立てていいなと思ったストレッチ入り直して4回目で釣れたところがあるんで、そういうなんかこう自分のやることをちゃんと整理して信じてやりきった感じが良かったですね。だからこうなんて言うんだろう、たまたま釣り込んでて良かったストレッチに今回も入ったっていうよりは、いろいろ考えて去年釣ってるストレッチをあえて後回しにして打ちに行って、でその一番いいと思うところできっちり釣れて、そういうプロセスがものすごい良かったですね。だから自分的には100点満点、100点以上かもしれない、一番今まででいいゲームかもしれないなって感じがします。実際今日上がってきた魚っていう感じもするんですね。昨日同じような場所でバイトあっても、小さな魚のこう軽い感じのバイトなんです。鼻刺すんですけど、それがこう重みがすごい軽いのが今日はいいとこ入るともうドンって抑え込んじゃうような
ビッグフィッシュ特有のこう吸い込むバイトが、吸い込んでも動かないみたいなバイトがあって、そういうのを考えても魚こう、この天気、いい天気とかでいい方向に変わってたと思うんだけど、それを追い切れた、ちっちゃくまとまってキーパー取りに行くシャローのパターンもあったんですけど、そっちに行かなかったのがこういう結果になるっていう、すごい良かったですね。ありがとうございます。うまくまとまってないや、テンション高いんですよ。それでは2011年チャプター京都第一戦、表彰式を始めたいと思います。皆さんお疲れ様でした。天候には恵まれましたけれども、釣果の方はどうでしたですか皆さん。暗いですねちょっと。本日70名来ていただきました、ありがとうございます。ウィンされたのは28名です。毎年の2月の極寒の頃と比べるとかなりウィンされてます。素晴らしいウェイトも出てますんで、これから表彰を始めたいと思います。第2位です。3本7450g 釣られました。 NPC 絶景46700中村選手。すごいですね。後で釣りはじっくり、まあどこで釣られてるかは大体わかると思いますけども、はい、大満足です。ありがとうございます。釣ったのは全部シャローのフィリッピングです。昨日のプラクティスの感じからして、2つの魚が自分にはこうイメージできて、1つはもうどん詰まりの水深30センチとか40センチぐらいの浅いところなんですけど、そこで来る魚は、かけないで離させてたんですけど、小さい30とか40センチぐらいの魚で、それがもうちょっと深めのところでもしっかりプロテクトされてるエリアとかになると、水深にして 7,80 センチぐらいですね、このぐらいの深みがあるのが鍵で、そうするとちょっとバイトがこう重たい感じがしたんで、こういうところの方が魚大きいのかなと考えて、でそんな感じのところを人工、山の下湾の2カ所、それから、卸物大湖の2カ所でダラダラ流しても釣れないっていう感じはあったから、その4箇所を回していくっていう感じで、あのシャローでもしっかりフラデに詰めて、そうですね、深めのカバー、もうストレッチっていうよりももうピンに近いような感じで、はい。で、朝は朝一山の下湾から入って釣れずで、卸物内湖に入った10時半過ぎに1本来たのが一番でっかくて、55ぐらいで、同じストレッチそのまま5メーター10メーター行ったところでもう1本50ぐらいで、まあもう自分的には昨日の魚がそんな大きな感じじゃなかったので、はい、刺してくれたのかなっていうぐらいで、もうラッキーだなっていうのでほぼ満足だったんですけど、去年の開幕戦もあの2本いい魚だったんで、ちょっとはこう成長した自分でいたいので、もう1本頑張って釣ろうということで、山の下湾に朝一のスーツに入り直して、往復したところ、だから計4回目ぐらいにたところで最後50ぐらいのがいってくる、3キロ2キロ2キロみたいな感じで7キロです。どうもありがとうございます。